さあ今日のインチガチャは無類のスイーツ&野球好き馬娘メジロマックイーン。早速サポートメンバーの紹介です。1人目、マックイーンの同級生。アニメ2期ではマックイーンとのダブル主人公を務め、トレーナーたちに感動を与えてくれた馬娘東海帝王。2人目、私立で G 孫の関係。アニメ、漫画、ゲーム、どこでもマックイーンに必ずちょっかいを出している破天荒煽り世代代表馬娘ゴールドシップ。3人目、マックイーンに憧れを寄せる後輩。秋シニア3冠を達成すると彼女がお祝いしに来てくれる隠しイベントが発生するぞ、里のダイヤモンド。4人目、マックイーンのルームメイト。マックイーンから体調管理などの相談を受けており、史実でも2頭の間に産駒がおりますね、ヒクノディクタス。5人目、育成ストーリーでのマックイーン最大のライバル。逆に彼女のストーリーではマックイーンがライバルとして登場しますね、メジロライアン。6人目、マックイーンの天皇賞春3連覇を阻んだ漆黒のステイヤー。メインストーリーでのついてくついてくシーンに悶絶したトレーナーさんは少なくないでしょう、ライスシャワー。今回はこの6名にサポートをしてもらいました、ありがとう。さあ育成の方ですが、アオハルトレーニング、友情トレーニング、どっちも十分に来てくれたおかげでマックイーンのステータスも見事な仕上がりになっております。特にこれといったバッドイベントも起こらなかったので、久々に気持ちのいい育成ができましたね。そしてアオハラ杯は今回優勝でございました。チームの仕上がりこんな感じです。そして勝敗の内訳は3勝2敗、まあいつものやつですね。負けてしまったのは中距離とダートでございました。で、今回の A ランク到達者、まず1人目はバンブーメモリー。はい、スピード、スタミナ、パワー、主要3ステマックスの十分な仕上がり。適正が B だったイクノディクタスの分まで頑張ってくれて、見事に1着を取ってきてくれました。でもう1人の到達者がデジタン、スパワー以外だね、パワー以外の4ステがマックスと。でこれがね、青春魂爆発したのが URA の予選中だったので、そう、青春決勝の時は B だったんですよね。なのでダート今回負けてしまったと。もしデジタンの魂爆発が間に合ってたら勝ってたかもしれないですね。 URA も無事優勝で終えました。最後ね、リトルココに危うく刺されそうでございましたが、なんとか逃げ切ってくれましたね。全体が気になる方はいつものように概要欄にリンク貼ってあるので見てみてください、よろしくお願いします。それでは西の方見ていきましょう。さあ気持ちよく育成できたからね、できるなら因子も気持ちいいものを見せてほしいんですが、いかがでございましょうか。そんなことはないっすな。うわー、春ついてんのにな。もうちょい頑張ってよ、スピード。はい、それではまた明日。